今回はおすすめ吸血鬼漫画を5作品紹介します。まず1本目、ブラッドプラス。主人公は大人じさやという沖縄に住む記憶喪失の女子高生。この漫画はさやが相棒であり元婚約者でもあるハジと一緒に抑止と呼ばれる化け物みたいな姿をした不滅の吸血鬼と戦うバトル漫画。人の姿をしているけど抑止と戦うさやも実は不滅の抑止なんです。さやは活動期と休眠期を繰り返してもう何百年も生きているんですよ。しかもただの抑止ではなく思想抑止っていう抑止を生み出すことができる最高位の存在なんです。そんなサヤには双子の妹がいて、その名はディーバ。こいつがラスボス。ディーバは地球を抑止の世界にしたいと考えていて、抑止を生み出しては世界中にばらまいているんだ。この抑止との戦いの中でサヤは記憶を取り戻す。そして自分を含め抑止は地球に不要であると考え始め、ディーバを倒し自分もこの世から消えようとするんですよね。この漫画の面白いところはベトナム戦争や日米地位協定など実際の歴史や社会問題とリンクさせながら作った設定と世界観、想像以上に深い。ブラッドプラスは5巻で完結しているので読みやすくておすすめです。次に2本目、ブラッドプラスアダージョ。 A と書いてアダージョと読む。その名の通り本作はブラッドプラスの外伝に当たるような漫画です。アダージョの主人公も相棒もそのままサヤとハジ。でもアダージョの舞台はブラッドプラスとは違って1916年のロシア。ここを舞台にして記憶を失う前のサヤと相棒のハジがディーバと抑止と戦っていきます。ブラッドプラスのアニメ版ではロシア編が描かれていたんだけど漫画では描かれていなかったんですよ。だからアダージョっていうロシアの外伝漫画ができたのかな。ラスプーチンやロマノフ朝などブラッドプラス同様にアダージョも歴史とリンクさせて物語が展開されていきます。こういうところはかなり好き。正直言ってコアなファン向けの作品かなと読んでいて思いましたね。ブラッドプラスの漫画読んでアニメも見たけどまだまだ満足できないぞって思うような人は読んでみてはどうでしょう。3本目、ブラッドプラス夜行上司。その名の通り本作はブラッドプラスの外伝に当たるような漫画です。主人公はサヤではなく元婚約者のハジ。サヤは回想でしか出てこない。この漫画の舞台は香港クーロン城で時代はブラッドプラスの物語が始まる数年前くらいだと思います。この漫画では抑止や吸血鬼の研究をしている組織とハジの戦いを描いていました。連載していた雑誌が少女漫画雑誌だったってこともあって BL 色がとても濃いです。男の僕から見るとすごい不自然な感じがするんですけど女性から見ると普通のことなのかもしれませんね。なんというかこの漫画はブラッドプラスの補填をするようなそういう漫画ではなくてブラッドプラスの女性ファンが望む恥をかきましたってそんな感じの漫画。ブラッドプラスも好きだし BL 系の漫画も好きだよって人はこの漫画刺さると思います。個人的に思ったことはブラッドプラスである必要はないかな。4本目に紹介するのはブラッド C。 名前も設定も似ているけどこの漫画はブラッドプラスの外伝ではなくブラッドプラスとは独立した漫画です。主人公は如月。この漫画はこのサヤが来る鬼者と呼ばれる吸血鬼みたいな化け物と日本刀で戦うバトル漫画。実は主人公のサヤは記憶喪失みたいな感じで一部の記憶がないんですよ。来る鬼者との戦いの中でこの記憶がちょっとずつ戻ってきて自分は何なのか、来る鬼者とは何なのか、なぜ来る鬼者と戦うのか、ストーリーが進むにつれてこういうところが徐々にわかる仕掛けになっています。でですね、この漫画の黒幕は来る鬼者ではなくて別の存在なんですよ。そしてサヤのいるこの世界が実は黒幕によって作られた作り物の世界なんです。どこからどこまでがフェイクの世界でどこからどこまでが真実の世界なのか、これが解明されるところは読んでいて鳥肌が立ちました。これは個人的な感想になるんですけどブラッド C はブラッドプラスよりは薄味。ブラッドプラスとは違ってブラッド C は設定やストーリーが歴史とリンクしていないからその分読みやすかったかな。気軽に漫画読みたい人にはこの漫画おすすめできます。最後に紹介するのはブラッド C 16躍起譜。その名の通り本作はブラッド C の外伝に当たるような漫画です。舞台は1946年の日本、いわゆる戦後ですね。エンギリアの影切りって人と米兵デイウィットって人が来る鬼者と戦う漫画です。実はこの漫画僕読んでいません。なぜならば電子書籍になっていないから。この漫画読んだことあるよって方もしいらっしゃいましたらこの漫画の感想をコメントで教えてくれないでしょうか。次に重要情報を言います。今回5作品紹介したけど僕はダントツでブラッドプラスが好きです。実はブラッドプラスは漫画じゃなくてアニメから始まった作品なので興味のある方はぜひアニメも見てください。でね、アニメは全50話あってちょっと長いんだ。だから見るのはちょっと抵抗あるよって方はオープニングとエンディングおしゃれでかっこいいからこの2つだけでもとりあえず見てほしい。特に僕がおすすめなのはラルクのハイドさんが歌う第2期オープニングのシーズンスコール、それとウーバーワールドさんが歌う第3期オープニングの
ープニングのカラーズオブハート、すごい派手な演出とか神作画ってわけではないんだけど、明らかに他のアニメとは違う違和感を出してきていてかっこいいんですよ。ということで喋ることが何もないので、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけるとモチベーションに非常につながりますので、よろしければぜひお願いします。それでは。